何の撮影ですか？なんか学校の友達学校の友達と仲良くするなんか友達いっぱい作ろうみたいな企画でしょ？そうです。今日一緒のお友達は誰と誰ですか？さえちゃんとひなちゃんです。びっくりした。何の撮影ですか？今は学校の小学校のシーンかなの撮影です。いや、企画企画なんだっけな把握しとわん。今日撮る企画は何ですか？今のこの小学校の企画と、うん、あれだ、ずっと行き言ってたのに、エスターバニー。そう、エスターバニーだ。エスターバニーさんの企画。なんかあれってなんかウサギちゃん描いてあるじゃないですか、そのエスターバニーっていう、うん、あれって耳が全部ピンって立ってて目が正面向いてないんですけど、それってなんで向いてないか知ってます？なんか結構ピンクのモコモコの耳で、でなんか目がもうパッチリしてる可愛いウサギちゃんなんですけど、なんかそのウサギちゃんは全部正面を向いてなくて、で耳がピンってなってるんですね。それがそのエスターバニーを描いた人とリンクしてて、その描いた人がなんかその転校を何個もする方で、なんかその方が周りの話とかを目とか気にしてるっていうのをそのウサギにして描いたのがエスターバニーらしいです。それは今回の企画があるから調べたの？そうです。えら鬼えらいやん。で、じゃあちなみにリカちゃん人形は正面を向いてなくて、はい、ちょっと視線がずれてるんですけど、はい、それは何でか分かりますか？えリカちゃん人形って正面向いてると思ってるんで、ちょっと向いてないんです。リカちゃんね、多分リカちゃん人形、私リカちゃん人形触ったことないけど、そう。同じような感じ。これは子供の遊び道具じゃん。で子供が持ってるのに目が合っちゃったら怖いから、ちょっと視線をずらして目が合わないようにしてるって。どうしよう、これでリカちゃん人形じゃなかったでも多分そう。バービーちゃん人形はちょっと分かんないけど、多分そう、子供向けおもちゃって多分そういう工夫がされてる。でもエスターバニーは違うね、作者の思いが。そうですね。らそれを見た時に深いなって思いながら見てて。今日は何の撮影ですか？学校なんか友達を作ろうみたいな感じ。1本目はね。で2本目はエスターバニーっていう。アクストランタイン。どうですか？今日は誰と誰が一緒でしたっけ？と、みゆちゃんとひなちゃん。どうですか？何回目？結構会ったことあるでしょ？3回ぐらい。緊張してますか？いつも緊張してるよね。人見知りが長い間会わなくなるともう一回再発するね。ね、一回仲良くなってもね、期間が空くとね、サヤはね、人見知りが再発してる。撮影どうですか？めっちゃ楽しいです。サヤ、久しぶり？キューガルモデルになりました。さやさや、あのキューガル総選挙で。すごい。なんか先輩からありますか？どう頑張ればいいよみたいなアドバイスとか。たくさん練習、ポージングとかの練習をしたらいい。キューガルモデルの仲間入りしました、さやさんです。おめでとうございます。仲良くしてください。はい。さやさんがキューガルモデルに仲間入りしました。ありがとうございます。ありがとうございます。先輩からのアドバイスありますか？
先輩からのアドバイス。さっきみゆにはちょっと聞いたんだけど。お、早い。え、なんて言ったの？ポージングをいっぱい練習した。あー、確かに。じゃあポージングとプラスして表情かな。今回みたいなふわってした表情だったら顔の筋肉を全部パッて抜いて、でそっからちょっとニコって笑うと見やすいです。ようこそようこそでも私はもうそろそろいなくなっちゃう。やば、中学2年生なんで2人目あれ、ベス、サヤ、覚えてる？今の撮影は何だったか覚えてる？なんかもう実は 2企画目が進行してて、はい、多分画像とか入れるんだよね。あー、なんか周りに、うん、そうそう、気づかなかっただけで。衣装が一緒だからね。ひな、答えてあげて。エスターバニーさんの撮ってます。エスターバニー、わかる？お洋服、違う、エスターバニーのお洋服じゃなくて、多分エスターバニーの多分グッズが、知ってます？エスターバニーさんすごいですよ、ひなさんはさすがですよ。検索してきましたからねさっき由来教えてくれた。そうです。はい。ってことで今の撮影、キューガルの4月号の表紙でした。ガチのリアクションだ。すげえ。キューガル4月号の表紙でした。表紙に3人、ひな、みゆ、さあやの3人が乗ります。びっくりしすぎてみんなやば、固まっちゃう、ね、ガチのリアクションですね、これが初表紙。そうですよ、佐藤ひなとさん初表紙ですよ。やった。裏表紙はあったけど表はなかったから嬉しい。やばい、リアクションがガチすぎて多分ね、動画の人は伝わらないんだけどね、これがガチです、リアルです。本当に今ここのスタジオ内走り回りたいぐらい嬉しい。さあやは QR モデルになって初めての表紙ですけど、いかがですか？みゆもすごい隣で嬉しそう。どうですか、みゆさん？なんか私はキューガルモデルになって1年目で表紙ができたからめっちゃ嬉しい。それは佐藤さんも一緒ですね。そうですね。しかも初めて。そうなんです。一番駆け回って喜びたいのは多分佐藤ひなた。この辺の長男一周ぐらいしたい。やばい。そうなんですよ、実は表紙の撮影でした。全然気づかなかった。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。ひなです。みゆです。さあやです。キューガル4月号見てね。バイバーイ。